与党キャップ、山本さん、今もありましたが、3人の疑惑の残る議員などを抱えて、ですね延長なしという限られた時間の中で、政府・与党はですねこの法案を順調に審議して、通すことがでできるんでしょうか、はい、自民党幹部が厳しい船出だと強調するように、国会は冒頭から、防戦一方の展開,展開となりそうです。ある政府高官は 丁寧に進めるに尽きると語っていますが、丁寧な説明が行われるかは全くの別問題となっています。IR をめぐる汚職事件に加え、川井夫妻や菅原前大臣の一連の疑惑についても、議員個人の問題などとして突き放す考えです。また、桜を見る会の問題では、データは削除したため説明しようがないという方針を貫く考えです。 強気の背景には世論調査で内閣支持率が下がっていないとある自民党幹部が分析するようにこのまま乗り切れるという計算をしているためですその上で安倍総理がオリンピック後の景気の落ち込みを念頭に予算の早期成立こそが最大の景気対策と強調するなど審議拒否をちらつかせる野党側を早速、牽制してもいます。政府与党内には、 オリンピックのお祭りムードで政権への逆風は打ち消せるという見方もあり延長しない国会を何とか逃げ切りたい考えです。